リヒャルト・ベッツはドイツの作曲家。高機ロマン派の作風による公共曲によって知られる。ベッツはドイツ帝国、シュレージエン地方のグライビッツで商人の家系に生まれた。父はオーストリアから移住してきたゲオルク・ベッツ。母はクララであった。家庭にはピアノが置かれていたものの、家族には特に音楽に関心を持つ者はいなかった。早くから音楽に惹かれていった。 幼いリヒャルトが正式なピアノのレッスンを受けることができたのはようやく8歳になる頃であったが、ピアノ商品や歌曲を作曲するなどしつつ、独学で学習を進めていった。彼は、後年、モーツァルトの公共曲第40番を初めて聴いた13歳頃には、音楽に人生を捧げる決心をしていたと述べている。1897年に最終試験に合格し、別は、 ライプツヒの音楽院に赴きカあるライネッケ及びザーロモンヤーダスゾーンに指示した。しかし、わずか6週間後には講義が過度に伝統にとらわれていると感じ、厳滅した末に音楽院を後にしてしまった。代わりに、当時ライプツヒ音楽アカデミーの学長を務めていたリハルト・ホフマンの個人指導を半年間受けている。同時期に、 ライプツヒ大学に席を置いたベッツは、哲学、心理学、文学などを学び始めた。フリードリヒ・ヘルダーリン、ハインリヒ・ホンクライスト、そして特にヨハン・ボルフガング・フォンゲーテといった詩人を研究したベッツは、その後の作曲家としての作品に、彼らから大きな影響を受けている。同様に、アルトル・ショーペンハウアーの哲学思想も進歩していた。年秋。 ライプツヒを離れてミュンヘンに移ったベッツはそこでルートビヒトゥイレに音楽を支持するようになった。1900年には再び勉学を中断してシュトラールズントに赴いたベッツはフェリックス・ワインガルトナーに見出されて劇場楽団の指揮者として雇われることになる。数ヶ月後にはバルメンで同様の職についていた彼であったがさらにしばらく経つと雇用を失って ライプツヒに戻ってきていた。ライプツヒではさらに独学で音楽史を学び、また過去から現在までの作曲家たちの楽譜を研究した。アントン・ブルックナーとフランツリストが彼にとって目指すべき、最も重要な人物となった。1900年のエアフルト。ベッツは1906年にエアフルトの音楽協会で支配人に任用された。この街が大層を気に入った。彼はその後生涯を。 エアフルトで過ごすことになる。この時までに、ベッツは二度にわたって、オペラの作曲を試みていたが、出版された作品はほとんどピアノ伴奏付き歌曲のみであった。オペラは、ジュディス作品13と、ダスウェービガ・フォイヤー作品19の2作品で、彼は、自ら両オペラのリブレットも書いていた。一幕の儀曲、ダスウェービガ・フォイヤーは1907年にハンブルクと、 デュッセルドルフで上演されたものの評判はかんばしくなかった。1909年にアルトゥール・ニ機種がライプツヒで取り上げた管弦楽曲クライスト・オーバーチア作品16はより良い評価を受けている。以降の数年間、ベッツは音楽の専門家として活動する。エアフルトの街の音楽院で教鞭をとり、 様々な合唱団で指揮を行って自身の技術に磨きをかけた。また、無伴奏や還元楽伴奏付きの合唱作品の作曲も手掛けた。この時期に書かれた楽曲で有名なものには、グサン・デレベンズ作品29、ヘンダーリンの詩によるハイペリオン作品32、詩編第三編作品37などがある。しかし、この時にはまだ別の語法は成熟しきっていなかった。 1917年には、バイマルの公爵の音楽大学で、音楽師と作曲の講師、1920年に教授となる。1917年には、最初の公共曲となる、公共曲第1番波端調作品40を完成させている。公共曲第2番位調調作品47は1919 19年。 公共曲第3番変路単調作品48は1922年に続いている。別は平行指定単調と補単調の2つの弦楽四重奏曲に取り組んだ。その後は合唱作品の作曲に専念する。こうして生まれたのがおそらく彼の最も重要な作品であるレクイエムロ単調作品50と古いドイツの詩に基づくクリスマスオラートリオ作品53。 出会った。他に、ベッツは、ブルックナー、リスト、そして、ベートーベンに関する論文も表している。1920年代半ばになるとベッツは、エアフルトに、数多くの音楽団体を組織し、自ら率いて、自作を演奏した。1925年に、エアフルト音楽協会の公的な理事職から退いた、ものの、町の音楽界の中心的人物であり続けた。 1928年には、ベッツとイーゴリストラビンスキーが、プロイセン芸術アカデミーの国外会員に選出されている。間もなく、ベルリン芸術アカデミーに招聘されると同行でも、指折りの作曲の講師に成長していった。しかしながら、エアフルトとガイマルでの職を選んだ彼は、同行の仕事を辞している。生涯最後の数年間には、 バイマルの大学の仕事に裂かれる時間が増加していっていたが、それでも作曲は継続していっていた。別最後の大作は1933年に完成したバイオリン競争曲路単調作品57である。翌1934年にはエアフルトの街から音楽代表者として指名を受けた。同年10月、別は肺がんと診断を受けた。彼は ヘビーズモーカーであった。ひどく衰弱しながらも衰えぬ創作への衝動に、借り立てられ、オラトリオのあらすじの執筆に取り組んだ。ゲーテのテクストに基づく、リーベ、レーベン、エビヒカイトである。別はこれを敬愛する詩人の記念碑にしたいと考えていた。しかし、作品は彼の死により未完成のまま残されることになった。公共曲第4番も、 断片の状態で残されており、遺構の中からは、弦楽史重奏曲第3番も書きかけの状態で発見されている。ベッツが母子したのは1935年1月16日のエアフルトで59歳だった。遺言により、ゲーテに基づくオラトリオの完成は、ベッツが最も優秀な弟子だと考えていた、作曲家のベルナーとレンクナーに託されることになった。しかし、 トレンクナーは民事的な紛争のために作品を完成させることができず、以降スケッチは紛失したままとなっている。私の音楽は風変わりだ。ひとたび鳴り響けば最も深いところをうがつ。しかし次の機会を与えられることは滅多にないのだから。リヒャルと別、1932年生前も別の作品は、彼の支持者や地元の音楽愛好家の集まり以外では、 あまり知られることがなく、このために彼は死後ほぼ忘れられた存在となってしまった。以来、熱狂者たちが熱心に活動し、ベッツ自身には音楽教師としての高い名声があったにもかかわらず、彼の作品はごくわずかな愛好家を引きつけるにとまった。ベッツが晩年に下した政治的判断も死後の彼の地位に影響している可能性がある。 ドイツの第一次世界大戦での敗戦を地上区と捉え、偉大な国家の再興を希求したベッツは国家主義者を名乗った。これは1933年に国家社会主義ドイツ労働者党が政権を獲得したために可能になったのだと思われる。同年5月に国家社会主義ドイツ労働者党に入党すると、ドイツ文化闘争同盟のエアフル都市部音楽隊の責任者を引き継ぎ、 これによってナチス指導部の交換を得るとともに援助を受けようと考えたのであった。しかし、主として政治宣伝用の楽曲を作曲する任務を受け負っただけで自作曲の普及にはわずかな効果しかなかったのである。ベッツ解釈の最重要人物であったのは彼の公共曲を初めて全曲演奏したペーター・ラーベであった。ラーベはベッツが1935年に没した直後に 帝国音楽院の総裁に就任している。1943年に別の生まれ故郷であるグライビッツにリヒャルト・ベッツ協会を創設したのもラーベである。ラーベの作業は多大な妨害を受けたが、それは第二次世界大戦までのことだった。戦後になると国家社会主義思想と結びつけられた別の名声は、 伝統意識の強い高キロマン派を通り越した前衛音楽の急速な台頭と相まって落ち目となった。ベッツが真の音楽の中心地でなくエアフルトの街での生活を好んだこと、そして名を挙げられるような人気曲をついに書こうとしなかったという事実により、彼自身と彼の作品は広く世間に知られる機会をますます一致していった。事実。 指揮者の中には1990年代になるまで別作品の質を疑問視する者もいた。彼の作品が再評価されるようになったのはつい最近になってからのことである。例えば、レクイエムは2003年にエアフルトの教会で開催された音楽祭で60年ぶりにゲオルゲ・アレクサンダー・アルブレヒトの指揮で疎遠された。レクイエムロ単調の楽譜の表紙。 ベッツの生涯を考慮するならば、1929年のリマンズ・ムジークリグ事故において、ベッツが一匹狼にさせられたと紹介されていることも驚くに値しない。彼の才覚は当時の他の作曲家に勝るものではなく、アルノルト・シェーンベルク、モーリス・ラベル、フランツ・シュレーカーといった同時代の作曲家が新しい試みを成功に導く中で彼は置き去りにされていた。 広がり始めた悲観的な文化観から、別の書いていたような音楽は徐々に厳しい批判を受けるようになる。ベッツは同時代の作曲家よりも19世紀の伝統を堅持するセルゲイ・ラ・フマニノフ、ハンスプ・フィッツナー、フランツ・シュミットらの姿勢とより強く結びつけられるようになった。ベッツ自身が述べたところによると、彼は身近な環境を基礎として作曲をしていたという。 私が作曲できるのは一人で家にいる時だけである。夏季の休暇やそれ以上の長い休みに何かを生み出したことは一度たりともない。こうした発言からは、ベッツがなぜエアフルトに落ち着いて、初めて公共曲や大規模合唱曲の作曲に勢力を傾け始めたのか、その後なぜ彼がより有利な条件の役職や移植の依頼をすべて断ったのか、その理由が理解できる。 ドイツの過去の音楽界の潮流から隔絶されること、変演部で孤立することによって彼独自の様式を極めることにすっかり集中してしまうことができたのである。別は創作の初期には声楽曲しか書かなかった。彼はこの世を去るまでの間にしばしばこの時の作曲方式に立ち返っているが、彼の作品中で歌曲が最大の比重を占める理由はここにある。別は 同時代でも、有数の歌曲作曲家とみなされており、この分野でベッツが注意を向けていたのは、フランツ・シューベルト、フランツ・リスト、ベーター・コルネリウス、そしてフーゴ・ボルフであった。ベッツはその時すでに独自の道を歩み始めていたとは、いえ、とりわけ音色の面で、リストが別の初期作品に与えた影響は大きかった。この創作期には二つのオペラと、詩人の悲劇的な運命に着想を得た。 感言楽作品、クライスト・オーバーチャーが生み出されている。エアフルトに今日定めると少しずつリストの影響下から脱し始め、代わりにアントン・ブルックナーの影響が色濃くなっていく。そうする中で彼がブルックナーの音色を模倣しようと力を注いだことからは、これらの作品がそれ以前の作品と様式的に変わることのないものであったことがわかる。 ベッツがブルックナーから吸収したものは極めて多かったものの、それを抜きにしてもベッツ音楽の明瞭な形式感と有機的発展は圧倒的である。にもかかわらず、ブルックナーに追うところは非常に大きく、特に力強さや祝祭的な演出には独自路が打ち出せていない。別の三曲の交響曲は力強く、高気ロマン派の内向的な性格の交響曲が多く、 生まれていた当時にあっては、慣例にとどまらない個性を示した作品である。これらの作品において、穏やかに閉じられる、ケツ微学区の性格によって別は、作品の高潔さを表現しようとした。例えば公共曲第一番の最後の部分は、破綻調で始まるが、曲の内容を改装した後に明るい蝶々へと溶けて、行きそうになり、ブルックナーの修学賞では聞かれることのなかったような。 単調の禁欲的な結末に至る。典型的な表現法とは言えないまでも、ここには彼が生きた時代の精神の影響が顕著である。弦楽史重奏曲も形式と佇まいは公共曲と同様の技法によっているが、知名度の高い公共曲に比較して、弦楽史重奏曲にはより劇的な感情が込められている。 後期作品において別は、自らの様式を洗練させていった。独自の力強い音色を用いた学説の中にも、反音階的化性を織り込ませるようになる。多性的音楽への変説の方がは、弦楽四重奏曲の段階ですでに明らかであるが、その傾向は、その他の楽曲でより鮮明になっていき、オルガン曲、パッサカリアと風が作品55で頂点に達する。 その後、ブルックナーの影響は影を潜めていく。傑作、レクイエムとクリスマスオーラートリオにおいて、ベッツはそれまで積み上げた音楽経験を結集して、還元楽と声楽を融合させた。彼がバイオリン競争曲で挑んだのは、自身の全作品の総決算であると思われ、それは、同じくの単調で書かれた、プフィッツナーのバイオリン競争曲に被験し得るものとなった。 病と死によって真の演塾に至らずに終わったものの、別はドイツの高機ロマン派の中でも偉大な紛れもない才能を持った人物であった。作品番号は58番まで付されており、出版されながら作品番号のないの楽曲も少ないながら存在する。作品1から4までと作品6は失われてしまったものと考えられている。また、別は その他の作品番号付きの初期作品数点に関して無効であると言明している。オペラ合唱曲、還元楽曲室内楽曲オルガン曲ピアノ曲歌曲、100を超えるピアノ伴奏歌曲がある。歌記はその一部。次の曲を含め還元楽伴奏付きの歌曲もある。ありがとうございます。